こんにちは、カジケイコです。ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。ゆうべ私はちょっと面白い YouTube を、ライブだったんですけども見ました。それで、こういう本をですね、昨日は出してちょっとパラパラと読んだりしたんですけども、なぜこれかっていうとですね、昨日村上さんっていう芸能人のお笑い芸人の村上さんっていう、フルーツポンチの村上さんっていう人なんですけど、知らなかったんですけども、あの方が俳句をですね、YouTube に上げてですね、お題を視聴者からもらってライブでですね、それをその場で俳句を作るというのをライブ配信してらしたんですね。それで面白いな、やり方面白いなと思って、私もYouTube しようかなと思った時に何できるかなと思ったら、まあ、原稿書くとぐらいしかできないので、原稿書い小説書いて、みんなで小説書くっていうのを今もやりたいなと思って、まあ、技術的にですね、どういうふうに画像を撮ったらいいのかっていうのもあるんで、ちょっとそれはできないんです、してないんですけども、俳句っていうのはいいなと思って、私もですね、例えばこの前ですね、福祉施設にちょっと友人が福祉施設に行くっていうんで、ちょっと手伝いに行ったんですね。その時にそこの福祉施設のデイケアサービスみたいなとこなんですけども、そこのね、館長さんとかそのスタッフの看護師さんとかがいろんなメニューを作ってですね、なんていうか手芸のようなこととか、いろいろ歌があるとか、そういうのあるんだろうと思うんですけど、そのメニューをいろいろ作って、上手に作ってらっしゃるなと思ったんだけど、その時にね、私俳句を勧めたんですよ。俳句したらいいんじゃないですかって言ったんですね。それでどういうことかっていうと、俳句っていうのは、小説やら文章書くよりもですね、短いし、俳句の方が楽っていうことではないですよ、全然。だけど五七五でですね、例えば俳句は季語っていうのがありますけど、そういう季語をそんなに厳しくしないでですね、認知症の方もいるっておっしゃってるんで、五七五の言葉をですね集めて、何か俳句のようなものを作って、そしてそれを、最後にですね、1年間集めて、冊子みたいな本っていうか雑誌みたいなんですけどね、簡単にできるのあるんで、プリントして図書館に収めるとかですね、地元の図書館に収めるとか、そういうことしたらどうですかってちょっと申し上げたんですよ。すごくね、いいっていうんで、俳句いいなっていうことでやってみたいっていうふうにおっしゃってたんですよね。例えば私文学のグループで、今はちょっとやってませんけども、熱海とかですね、旅行、一泊旅行っていうのを先生の墓参りの帰りにするとかね、昔からその一泊旅行っていうのは旅行っていうよりも合宿でやってるんですけども、合評会を合宿してやるっていうのでやってるんですけど、句会っていうのを俳句をやってる方が中にやっぱり 2,3 人いて、詳しい人がいるもんで、句会っていうのを やったことあるんですね。ですごい面白くて、みんながですね、俳句のことを知ってる人も知らない人もいるわけですけども、とにかく五七五で読んでですね、それをもうと、投票して。どれがいいかって言って、いろいろですね、批評し合うっていう、ね、結構楽しいんですね。で旅行してもですね、一泊旅行なんか行っても、あんまりカラオケとかも行かないもんで、そういうふうに
小説の話してるか、まあ、俳句を、読んでるとかそういうのいいんで、あの俳句っていうのすごくね、あの、馴染みがあるというかね、日本人には特に。でまああの俳句にはまあだからあのいいなと思ってたんですね。それからねもう一つはあの、例えばですねあの、まあ、変な話ですけど、ね、病気して入院するっていうことありますよね、まあ、コロナの場合はちょっと難しいかもしれないけど、結構あの、まあ、今あの入院してもまあ1週間もいないんで、大腸がんの手術、私の友人も大腸がんの手術したけど、まあ1週間もしないうちに退院してですね、もう車に乗って、なんかあのうち訪ねてきてなんかお飲み焼きくれたとかになったんですけども、今はもうそんな長く闘病するっていうのはないとは思うんですけども、あの医術が、医学が発達しているので、あのもうよ手術した翌日でももう元気なんですね。結構大きいそういうがんの手術とかしてても、もう2日目ぐらい、まあ、翌日からねお風呂入ってシャワーしていいって なってるようですから、とにかくもう元気なんですね。だけどまあその大きなことはできないけど、あの、まあ、俳句の方にね申し訳ないけども、ベッドの中でもできるのはあの俳句はねできるんじゃないかと思ってるんですよ。だから私もですね、俳句だったら小説を書くのは書けなくてもですね、エネルギー的というか体力的に、俳句をもし入院することがあったら俳句をあの読もうかなと思ってるんですよ、まあ、ノートにでもいいからこう書くっていうか、まあ、パソコンでもあのスマホででもいいと思うんですけども、だから俳句をあのそういう時に使うやるのはいいなと思って、実はあの村上さんの昨日のライブ配信の YouTube にもですねチャットであの書き込んで俳句のテーマが出たので、昨日 の, あの俳句のねお題は忘れ物じゃなくて何だったかな、頭痛薬、あの面白いあの題出しますよね、多分若い人だと思うんですけど、村上さんのファンだから、頭痛薬っていうねあのお題だったんですよ。それで、私もね実はその俳句のその YouTube なのでライブなので、お題が出たら私もチャットでね出そうと思って書き出したんですね。それで一句ですね、その今秋ですから、まあ、 あの季語がね合ってるかどうか別ですけれども出したんです。ちょっとここで言うと恥ずかしいんですけども、チャットに書いたのは、秋浅し曇天の曇天に飲む頭痛薬っていうのを書いたんですけど、飲むっていうのはね良くなかったなと思って、後であのチャットでとあの送った後でですね、飲むいらないですよね、頭痛薬だけでいいわけだから、あ飲むはいらなかったなと思って、で 秋浅し曇天に曇天に、ね、飲むをやめて何か他に考えた方が良かったなと思って後で思ったんですけど、まあそういうふうに俳句をね昨日あのちょっとあの村上さんのライブであの参加させていただきました。それでまあこういうあのもうすっかりですね忘れたようなあれをちょっとあの出してみたりしてたんですけど、まあでもあの正岡子規のが子規はね私好きなんですよ、結構っていうかあのすごく好きなんですね、正岡子規の、正岡子規のこう日記がこうあるんですね、子規こんな風な正岡子規の、正岡子規はあの、まあ、愛媛県のねあれですけども、愛媛はあの、俳句が盛んで、町を歩くとですねポストがあって、商店街の中にポストがあって、そこにね投句できるようにあのそういうポストみたいなのが、俳句のポストっていうのがねこの前あの歩いてたらありましたね、今でもね。だから若い、
高校生とかね、そういう子たちのが子供っていうか、あの中学生、まあ、小学校ぐらいからもそういう盛んに俳句のあれはやってるんじゃないかなと思うんですけども、俳句はあのすごくあの手軽っていうと、あの俳句やってる方にすごく怒られる失礼だと思うんですけども、文字は少なくても大変だとは思うんですけども、でも身近にね、季節、やっぱ日本にはあの四季があるんですよ。だから四季、まあ四季ととてもあの、季節とですね、俳句っていうのはあの、身近なとこなので、あのその季節を読むというかね、それはあのとてもあの身近なんじゃないかなと、親しみがあるんじゃないかなと思って、俳句はあのいいなと思ってます。それであの、そしたら先ほどですね、あの友達から、また別の、もちろん別の友達から電話があって、まあ、小説の話をいろいろしてたんですけども、その中でですね、あのもう、企業で働いてきた人なので、まあ、シニアの人なんですけども、勉強しなきゃいけないっていうわけですね、彼は。本を読んで読書をたくさんして勉強しなきゃいけないって言って、いろいろな今勉強してるみたいなことを言ってらしたので、あの、まあ、それ小説書き始めた人なので、ちょっとあの私が話してるのは小説と大切っていうのを、話したんですね。小説は小なる説って、まあ、日常的な小さい話を集めたものが小説という、大切っていうのは、まあ、いろいろ、志のあるですね、思想とか政治とかそういうのを勉強してね、書く小説が大切だっていうふうなことを、まあ、簡単な話ですけども言ったんですけども、高橋和美っていう人は大切だってよくあの、先生に話聞いてたもんです、まあ、教え子なんですね、高橋和美っていうのは先生の東大の教え子なんですけども、あの、まあ、その思想的なこととかですね、いろいろ理論とかをあの 小説的に書くとしたら、やっぱり大切です、まあ、掲げてですね、あの大きな説ということで、でもまあ普通小説は小なる説だから、そんな大層なことを主張するんではなくて、自分の感じとか思いをあの日本語というあの素晴らしい言語にですね書いて書くっていうのが小説だから、まあ、勉強するのはいいけども、その勉強したことを、主張するんだったら論文か評論書く方がいいよっていう話をあのさっきしたばっかりなんですけども、それでですね、今朝ですね、ちょっと本をねいろいろ探してたら、こういうあのこれはあの先生からいただいた生原稿なんですけども、これはまあ出版社があの手を入れた、構成の著書構成のあれだと思うんですけども、ナンバーが入ってるのでですね、何回目か初稿なのか何稿なのかちょっとわからないんですけど、これ原稿をねあの先生にいただいたんですね。で、あの私久しぶりにあの手書きの原稿を見てね、今もほらパソコンでもう何十年もね、20年も前から、パソコンになってますから、手書きでこう原稿用紙に書くっていうのがないので、なんかねやっぱりあの精神的なものをすごい感じるんですね、こう生原稿を読むと見ると。それでまあいいなと思って、でも原稿用紙に生原稿で書いて、例えば新人賞に応募するっていうのはね、昔私もやったことあるんですけど大変なんですよ。書き直し聞かないから、まああの既成作家のね有名な人だったら汚い原稿いいんですけども、あのまだね新人の別に出てもないあの無名のね作家、あの自分を作家だと思ってるような自称作家がですね、新人賞応募するの出版社のね、例えば文芸春秋文学会とか、あの講談社の群像とかですね、新潮社の新潮とかっていう文芸雑誌に投稿あの送る時にですね、汚い原稿だったら読んでくれないですから、原稿用紙の書き直しっていうのはほとんどできないんですね。
それでよくね、あの汚いとこ切り貼りしたりして、あのインクで消せないので、私では苦労したんですね。で、あのもうパソコンの前、あの PC の前は、ワープロですので、書院とかですね、何だったかな、そういろいろこの東芝のそうワープロが出た時に本当にもう楽になったなと思って、すごその後はまあコンピューターが出てね、PC で書くようになったら、もう本当に今は楽で、入れ替えなんかもね、もうコピーして後ろに回すとかね、前後入れ替えるとかも本当に簡単にできるので、文章も直しやすいし、まあ変換もね、候補が出るから、もう辞書も引かなくなったっていう、もう弊害はありますけども、本当に楽になったんですけど、でもあのこういうね、あの手書きの原稿を見るとやっぱりなんかとっても、言葉がね、こうまあもう今頃そんなこと言ってね、昔あのワープロが出た時にですね、コンピューターではなくてワープロの時に、小説家の大御所の河野妙子っていう人がですね、絶対ワープロにしないで、あの手書きで書くって手書きで書いてらしたんですけども、それぐらい言葉に対して、あの一文字一文字書くっていうような、まあ、そういう精神もあるんですけども、まあ、こうして原稿をですね、あの生原稿をこうやって見てみると、すごくやっぱりいいなと思いますね。まあいいなと思うんだけど、まあ今、手書きで書こうとは思いませんけども、大変ですからね、漢字書くの、バラとか書くのね、画数多いし、憂鬱とかですね、そういう漢字書くのもう大変ですから、手書きだと。今だとね、変換が出るから、変換が出るために間違うということもあるんですよ、文字をね、見間違うとかね。私どなたかの文章を読んでると、昨日ツイッターで読んでると、あの目がですね、視力がよ、あの、弱ってきて、変換するときにも間違えるっていう文字をですね、候補に出てるのに文字を間違えるっていう、あの間違えましたって言って誤字訂正っていうのをツイッターでね、書いてるあの作家の方がいましたけども、やっぱそういうこともあるんで、まあ、変換もミスはするんですけども、なんかやっぱりあのとてもあの精神的なものを、感じていいなと思いました。で、精神的なことっていうとね、やっぱりこの日本人はもうすごくあの よくですね、論語を挙げて、これはあの一般的にというよりも、あの一般的に浸透、言葉は浸透してるんですけども、ビジネスでですね、事業とか経営者とかね、そういう人たちのビジネスの中で論語っていうのはよく出てきて、まあ、あの私の先生は論語読みの論語知らずって言って、解釈間違えてですね、まあ、あの言葉っていうのは解釈の次第だから、まあ、間違えてっていうか、まあ、前本当はこう書いてるんだけども違う読み方っていうのがあって、例えば、まあ、論語っていうのはよくあのビジネスで使われるもんだから、まあ、使い勝手がいいように読み替えられてるみたいな結構あって、まあ、読み間違いっていうのもあるし、あと都合よくね直されたっていうのもあるんですけども、ですね、論語の中に、一つね、すごく今ですね、総裁選で選挙で、政治が盛り上がってますけども、政治の中でですね、例えばですね、論語の中にあるのがね、思考っていう人がね、まあ友達に問うんですね。子曰くって、まあ忠告してこれを善導し、善っていうのはよくする、忠告してこれを善導しって、不可なればすなわちやむっ
っていう言葉があるんですよ。不可なれば病む。あの、例えば戦国武将で、殿さんがですね、殿様が主君がね何か間違ったことをしたら、それは間違ってますよって、あの、まあ、言えるのかどうか分かりませんけども、例えば今の政治だったとしたら、今はあの菅総理ですか、それでなんか小泉進次郎さんが菅総理にいろいろ3回ぐらい通って3時間も話して、なんかいろいろこう、忠告というか、なんかこうしてるんじゃないですかとか、まあ、歓迎したのかなんか、そういうことがあったみたいなことをあの報道してますけども、事実は分かりませんけども、なんかあの、まあ親子ででもですね、親が子供が間違ったらね、あの子供にですね、まあ、諭してそれはダメだよとか、こうしなさいあしなさいってあの言いますね、親子でもね。だけど忠告してですね、友達でもそうです、忠告してこれを善導し、いい方に導く、善導だだ、善悪の善に道ですね、善導して、次ですけど、不可なればすなわち病むって書いてあるんですね、論語には。不可なればすなわち病むっていうのはね、もう言うこと聞かなかったら、もう3回言ってね、ダメだったらね、もう言うのやめろっていうことなんですよ。そうするとね、忠義っていうのは、殿さんが間違ってるのに3回でね、やめるんじゃなくて、もう命を懸けて腹を切ってでもね、やめさせろって、まあ日本人は思うらしいんですけども、そうではなくて、もう聞かなかったらもう言うのやめなさいと。そして、それをやめなかったらね、自分が自ら恥ずかしめられる。られるので、そういうこと恥ずかしめられるようなことにならないようにやめなさいって言うんですよ。それでそのことで、その、日本人はですね、それは間違ってると、やめるのはダメだと、最後までね命かけてもやめさせなきゃいけないっていう人がいるんですけども、あの伝道してもね、聞かない人はもうしょうがないんですよ。自分がもうそれで責任取るしかないから、仮に間違ってたとしても、自分の、まあ、自分はこう思う、正しいと思ったことはこう、あのもう3回言ってね、ダメな、まあ3回というのは象徴的な言葉なんだけど、まあいつまでもね、何回も何回も言ってる、その人うるさくなってですね、例えば会社関係で上司にね、自分の部下が上司にですね、いやそれは間違ってますと、これが正しいと思いますって、もし言ったとして、でも2回3回言ったらね、もう5回も言ってたらね、もう聞いてる方が嫌になって、その時は退けられて恥ずかしめられるというか、結局ね、あ、他の部署に移されるとか、離れていく。友達もそうですよ。例えばもうお酒ばっかり毎日飲んでね、あれしてるからね、あなたはそんなことしたら体壊すし、酒なんかやめなさいとか減らしなさいとか言ってもですね、やめられない人は何回でもね、何回聞いてもダメなんですよね。それでやめる人はそれでもちろんいいんですけども、伝道しても聞かない場合は、もうそれ以上言うなっていう孔子の言葉、あの論語の言葉にあるんですけども、まあそういうことを書いてあるんですね。すなわちやむって。そうするとそれはあの親子であれ、友達同士であれ、政治家であれですね、偉い人でも、いろんな場所でそういうことがあると思うんだけど、まあその方がいいよっていうふうなことをこう、論語の中にあると、そういうこう読んでですね、あの私たちはまあ学ぶというかね、そういうことをあの学ぶわけですね、本とかで。であのまあ読書体験で
でよくね、あの体験しない、例えばですね、今戦争体験してる人っていうのはもう80歳以上ぐらいの人ですよね。戦争体験してない人たちは戦争のことわからないかっていうと、そうではなくて、まあ蒸し返しようだけど、まあ、この前のあのね、オリンピックであの辞任解任されたまあちょっと名前だね、何回も出すとちょっと申し訳ないから名前言いませんけども、その2人の方はたまたまですね、まあいじめがあったとか、過去にユダヤ人虐殺ごっこって言ったっていうことで解任されたり辞任した人がいましたけども、それは別にですね、あのいじめの体験がなくてもいじめを想像することはできるんですね。それでユダヤ人を虐殺して、自分がユダヤ人虐殺を直接見なくてもですね、想像することはできるわけですよ。それで共感するっていうことはできるので、その読書体験もね、体験の一つなんですね。でよく離婚してないのに離婚した小説書けるのかとかですね、逆に離婚した小説を書いたら、離婚した小説っていうか小説の中でですね、離婚を書いたら、離婚してない、離婚したんで離婚してるのって聞く人がいるんですね。だから離婚したから離婚書くんじゃなくて、離婚してなくても離婚のことは書けるわけで、それで体験っていうのはね、実際にその、戦争体験なくてもね、戦争を共感して、例えば原爆が落ちたことを体験してなくてもね、それを想像することは、共感する気持ちっていうか感覚と感性があればできるわけですよね。でそういう想像力とか、それから共感力とか、そういったものを自分にが身につけられるものっていうのは、読書体験っていうのはすごく大きいんですよね。物語の中で、その例えば主人公で登場人物がいて、そして例えば虐待に遭うとかっていうのを読めばですね、自分が体験しなくてもとても共感して、もう悲しくなって涙が出るとかですね、そういう体験してるのともほとんど近い、もっと言えば読書体験の方が体験よりも強い場合もあるわけですね。だからもちろん実際に体験した人はその気持ちがですね、痛みというのはものすごく強いから、読書体験よりも強いと思いますけども、でもね、読書体験っていうのはすごくその共感力っていうか、共感する力がね、養われるんですね。私は子供の頃にアンクルトムのアンクルトムというですね、物語があって、今、小学校の図書館にあると思うんですけども、黒人のですね、アンクルトムって黒人の奴隷なんですけども、綿花のね、綿花積みに黒人が白人にね、使われて奴隷なんですけども、自分の自由ないわけですね。で鎖でつながれて、それで主人、白人の主人がですね、優しい主人もいるわけですよ。それですごく虐待する主人もいるわけですね。でも奴隷だから、そう、運なんですね、売り買いされるわけですから。それでそのアンクルトムが、優しい主人が死んでですね、今度虐待する悪い悪人に飼われて、そこで小屋でですね、鎖につながれて死ぬんですけども、もう泣きながらね、その単行本なんですけど、小学校の、3年か4年生ぐらいの時、父が買ってくれた本で、もう読んで、もうそれがね、私の、感性のもう元に泣きそうになってるような物語だった小説なんですね。アンクルトムズ・ケビンって言って、アンクルトムの小屋って言って、子供でも読めるような
本なんだ単行本なんですけども、まあ、父がいつもですね本を毎月まあ、戦後のね戦争直後ではないですけどもやっぱりそんなに経済成長始まる前ぐらいですからそんなに豊かでもなかったと思うんですけども何かいつもまあ、本を買ってくれて、雑誌なんかも少女雑誌なんかもね買ってきてくれたりしていつも本買ってくれてたんですね。で数学が悪いと、まあ、中学生のことは正の数負の数なんていうすごい素晴らしい数学の参考書買ってくれてそれで一気にですね成績が上がったという数学 の, 苦手な私がそれをもう買ってくれたんで嬉しくて一生懸命読んだのもうさすが理系の方 の, エンジニアだったので理系に強い父だったのでその参考書選ぶのも私が分からないように分かるような参考書選んだんだと思うんですけど、すごくそういうふうにですね本を読んできてまあいろいろですね自分の感覚は読書体験でほとんど実際の体験でいうとほとんどないんですねあんまりね何もしてないしそういうまあ推しみたいな苦しい生活もしてないですけど、まあ、一般的な、ね、貧しさとか国全体の貧しさとかそういうのは ありましたけども、まあ、そういうのも親もね、死んでなかったので、育ててもらうこともできたので例えば商工士とか商工女とかねそれも本で読みましたけども孤児が出てくるんですよ孤児でね親がいないともあんなふうになるんだなってなるんですけども孤児院に入れられてですねそしてそこでしか生きていけないからその孤児院の先生とかにもねいじめられたり生徒同士でもいじめがあったりとか悲しい思いを実際はなかったんだけど読書で精神的なものにね共感してそういう面はすごく感じるようになったね。すごく多感な方だと思うんですけども、まあ、そういう読書体験もね、すごく精神を養うにはすごく大きいなと思うんですね。まあ今の論語のは実用的なものですけども、まあ、例えば3回ね言って聞かなかったら不可なればすなわちやむでもう言うのやめなさいって言ってそれ知ればまあもう何3回も4回ももう子供に言ったんだから聞かなかったらもうしょうがないやってまあ小さくはねそうはいかないんですけども大人になったらですねもう言って聞かない人はその人はもう自分の責任自己責任ですから何ももう5回も6回もねストレス抱えて言う必要ないわけでまあ政治でもそうですけども。まあ、言ってもですね聞かなかったら次の選挙の時に投票入れなければいいわけですから聞かないと思ったらですねだからまあそういうことなんですけどもやっぱり精神的な面っていうのがとても人間の生き方に大きいなと思うんですね。それで実務的なというか実用的なことっていうのもちろん生き方としてまあ、暮らし方として生活の方法としてですね必要なんですけどもでも人間はとても病気もするし不幸にも合うし災害にも合うしですね、子供が死んだり殺されたりっていうのもあるし形通りにですね計算通りにはいかないのが人生だと思うんですね。その時にやっぱり精神的なものっていうのがねやっぱり支えになるのでまあ占いなんかもねやっぱり宗教もそうですけどもなんかやっぱり苦労したりなんかするとね宗教に入ったりですね、辛いことがあると宗教頼ったりっていうことがありますしまあ普通にですねまあ、毎日の中でねちょっとまあ占いなんかしてみるとかですねできる人はタロットでちょっと占ってみて
あ今日はいい日だなとか、なんか調子が悪いなとか、で、まあ、星座がねあれだから、今日私の星座は、とてもあの調子がいいらしいんで、あの最高マークがついてましたけれども、そういうふうになってますけれども、やっぱり人間は弱いところもあるんで、そのやっぱり精神的なもんでね、支えなきゃいけないわけですよ。また例えばコロナでね、毎日毎日感染数がいくらいくらって、もうストレスになって、もう免疫力が落ちてね、余計にもう病気になりそうになるんで、じゃあもうこんなことばっかり見てて、ニュースばっかり見てたらもう、ストレスになって余計に病気になるから、もうちょっと楽しいあの音楽でも聴こうかとかですね、でそれもそっちの方が薬になるわけですね。事実としてのその、事実よりもそれを紛らしてくれるものの方が、支えてくれるっていうこともあるわけなんですね、精神的なもので。それでちょっとさっきの話に戻るんですけども、じゃあ先ほど私の友人から電話があって、電話で話した時に、精神的なものを、まあ、どこっていうのはどういう、政治的な主義者っていうことは言いませんけども、その文化とかですね、精神的なものを否定する思想っていうのもあるわけですね。例えば今ですね、まあ、内親王殿下の結婚の話が、持ち上がっていてですね、なんかアメリカから、婚約者なのか、婚約はしてないとおっしゃってましたね、秋篠宮殿下が、皇嗣がそうおっしゃってましたけども、帰ってらっしゃるとか、結婚、10月に結婚なさるとかいう話が出てますけども、まあ、イギリスなんかはですね、そのついでにちょっと結婚の話すると、皇室の結婚っていう、例えばイギリスでも他の外国でもですね、王室のあるところって全部結婚、まあいいかどうか別としてですよ、結婚は禁止じゃない、禁止もされてるけども、許可が、禁止っていうか許可がいるんですよね。イギリスは王様の許可がいるんじゃなかったかな、なんかそういうふうにあるんですけど、日本はそういうないんですね、皇室でも。で、まあ、国民の大半が祝福してくれる結婚が望ましいっていうのは秋篠宮皇嗣がおっしゃったんですけども、ですね、その皇室ってね、じゃあ議会があって、まあ、総理大臣がいてね、国を治めてるわけだから、じゃあ皇室いらないじゃんっていう人もいるわけですよ、中には。皇室ってよ、税金使うし、今みたいにね、スキャンダルみたいな、そういう、まあ、宮内親王のですね、そういう話があると余計にですね、もう皇室なんであるのみたいな形で言って、皇室いらねえとか言ってデモしてる人いるんですよ。皇室いらねえじゃなくて、天皇いらねえ、デモしてるの見たんですけども、そういうのもあるんですね。信教の自由があるからもいいんですけども、でもですね、私はせっかくね、2000年続いてるね、皇室があるのにね、これ世界でも日本だけらしいんですけども、わざわざね、それをね、潰して、皇室のないですね、合理的な、総理大臣だけの、そういう政治の世界だけのね、社会がいいかっていうと、そうじゃないと思うんです。それは例えるととても語弊がありますけども、何でもかんでもですね、合理的に生活でき、例えばですね、生きていくには食料があれば生きていけるわけですよ、で太陽と水と空気があれば生きていけるわけですよね。じゃあ窓辺にね、花の鉢を置くのもいらないわけですよ、はっきり言えば。食べていける、生きていけるわけですよ。つまり、スターリンがですね、粛清したり虐殺したりしてるのは、結局主義主張の以外のことは必要ないっていうような情緒のね、必
定みたいなところがあって、文化が否定されてるわけね。文化大革命もそうですね、あの全部壊しましたね、いらないということで、革命で、文化革命、中国の文化大革命の時に、中国のね、とてもあのもう本当にね、何千年というような貴重な、もう本当に世界のですね、もう財産って、もうそういうね、文化財までね、全部叩き壊したわけでしょ。でね、そうじゃなくて、人間はそういうね、 目に見えないような、例えばですね、私はこういうあの周りに林がの中に暮らしてますけども、今もうコロナだからですね、もう移動もできないし、このちっちゃなあの林の中、林は大きいんですけども、ちっちゃな家の中でですね暮らしてますけども、じゃあ暮らしていけたらいいのかになるんですよ。どこに住んでも便利なら、まあ、静かで音もしないような二重窓のところのね、高いビルの中の一室ならいいのかとかあるわけです。でもね、やっぱりね、風にそよぐ林を見ると癒されるし、小鳥の朝ね、声を聞くと気持ちがいいし、こっちはあの日の出があるんですね、朝。今天気が悪いですけども、あ、冬でもですね、日の出があるし、夏なんかだともう4時ぐらいに明るくなっても綺麗なんですよ。で、そういうね、人間には精神というものがあるわけです。心っていうのが、共感する気持ちをね、持ってない人はもう情緒も何もないわけですね。ただ単に生命を維持すればいいっていう、もうロボットみたいなね、ロボットも多分ね、あの精神あると思います。人間が作るわけですから、機械だけではないと思うんですけど、ね、そういうね、あの情緒っていうものが必要なのに、それがあるからこそ本を読んだり音楽を聴いたりですね、あの絵を描いたり絵を見たり、あのいろんなね、例えばあの骨董品を見たりとかですね、旅行をしたり歴史を学んだりとかっていうのはね、やっぱり人間には精神っていうものがなぜか脳にあるから、それで生きてるわけですね。もっと言えば3食のご飯よりも、命をね維持するその食用よりも、その精神の方が大事な時があるわけですよ。例えば、まあ、命ね、耐える時に何が、支えになってるかって言ったら、パンの一切れよりも言葉の方が重要かもしれないんですね。それは心があって精神があるからだし、仲間のね、まあ、兵隊兵士がですね、泥沼の中で死のうとしてる時にね、あ、もちろん一滴の水の方がいいかもしれないけども、そこにね、兵隊のですね、その同士がですね、同じ兵隊ね、一緒に命を懸けてるその人が、顔を見せてですね、何か一言言ってくれた方がいいかもしれないわけですよ。例えばパン一切れ口の中に入れて誰もいないよりも。だから人間にはとても精神性が大事なので、精神というものをやっぱり否定するような、生活っていうのはですね、あの人間の生活には馴染まないんですね。だからやっぱり私が子どもの時にアンクルトムを読んで泣きながら読んだようにですね、やっぱり心の方が大事だと。そして共感すれば、共感があればですね、私がドイツ兵の、いまだに映画ででもですね、まあ古い映画を見てね、ドイツ兵の姿を見るといまだに怖いんですよ、映画の中で。それはドイツ軍がユダヤ人を強制連行したり、ガス室に送ったりですね、あの列車に送り込んだりするね、ドイツ人のドイツ兵のですね、姿をね見て共感してるからですね、とてもその、かわいそうで、その連れて行かれる人たちね。例えばノーベル、文学賞を取ったドクトルジバゴっていう映画ありますけども、
あれなんか見ててもね、本当にあのドイツ、ドイツじゃなくてですね、あの、共産主義にですね、まあ、支配されて、医者ですけども、ドクトルジバゴが非常にあのかわいそうなね、あのことになるんですけども、その強権的なね、あのもう一切有無を言わさない、もう絶対主義ですから、絶対こうしろって言ったらもう聞かなきゃいけないから、もう絶対ダメなんですね、その場合。そういうね、場面を見ると共感するわけですよ、人の感情を。だからね、やっぱりね、共感するようなそういう精神性っていうものをやっぱり持った政治、主義主張でも政治でも、やっぱりね、そういうものでなければ人間は、生きていけないわけです。否定してもいくらね、あの経済がどうのこうのって言っても、支配者がですね、指導者が絶対こうしろとか、こうじゃなきゃ絶対ダメだとか、そういうようなね、する思想っていうのは人間の体にも心にもなじまないわけですね。だから私はそういう強権的な政治の国はいっぱいありますけども、いろいろ問題になってるのいっぱいありますけどもね、やっぱりそういう日本では特にですね、自分がいる日本ではそういうことにはなってほしくないので、みんなですね、心の共感力を持つそういう文化とか芸術とかね、そういうものに親しめるあの社会だってほしいなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。